あ、やっぱそうだろ。200だと映るだろ。うん。デジタルのオービスになってからは映るはずだよ。うん。アナログオービスは、160、70だったらもう映らないけど。うん。今のデジタルだから多分映ってるはずだよ。さすがにでも250超えたら映んねえと思うけどね。プチプチさん、おはようございます。どうもです。佐野ちゃんが運転が上手なのはみんな知ってるじゃん。学ぶの時見たってさ。ね。人から借りた車ピッて乗ったってピッて運転できんだから。な？動画配信やってたんべ。カックンブレーキなんかしたことねえから俺。合流もスムーズだし。何年、俺だから免許飛んでっから4年ぐらい経ってんじゃねえの。4年、5年ぐらいか。5年までは経ってねえな。うん。いやいや、もう、そういうのいいから。うん。うん。俺、ちんたら、トロくさい運転は絶対しないから。うん。旅部に出てましたもんね。旅部じゃないんだ、あれ、学部なんだよ。うん。取らないの？だって、ああ、おられないよ、俺は。俺どっちかっつったら、ケツついてきたなって思ったら、すぐ譲るから。うん。あ、いおれさん、おはようございます。いつもありがとう。いや、だから免許ねえんだっつうんだよ、俺、今。うん。いやいや、レンタカーとか借りりゃいいじゃん、免許取ったとしたらね。おう、沼造り。起きた、おはよう。大ちゃんも、おはよう。いや、レンタカー笑うも何もない。なんで逃げなかったんだよ、おかしくね。言ってることはよくわかんないけど、飲酒の検問に引っかかっただけだから。ああ。なんで逃げなきゃいけないんだよ。ビクトリーおはよう。お前煽られたらカッとなってやり返しちゃう。ああ、やり返せない。うん。どうぞどうぞ、みたいな。うん。昨日ベロベロだったね。そうなぁ、飲みすぎたかもしんねえな。うん。壮行会に参加してサーキット配信したって言ったから、レンタカーで行くのかよ。車いらねえよ。うん。うん。そうそう。え？フィットでしたっけって、あ、飲酒で捕まった時のかな。うん。フィットの RS っていうやつ。俺の車じゃねえけどな。いらねえよ、おめえ。いらない免許は、俺。配信者が立て続けにお前を訴えるみたいだな。いやあ、よくわかんないですけどね。うん。何も、私めにはそんな情報は上がってきてません。はい。
得意の P コーでいいじゃん、免許。つかまんべえやめよ。それでアウティだろ、お前。茶箱ありがとう、龍さん。ロス。一緒に大阪オートサロンに行った人に借りよう。だから免許がねえからダメだんべっつ。やったからさ、ちょっと待てよ。デコトラに乗る理由がまずねえよ。仕事してねえんだから。いや、捕まんの怖いとか怖くないの話じゃなくて、普通にもう俺は生活したいの。ね？だから、みんながそうやって俺にさ、煽り入れたり、なんか、よその配信者に、ポンプ入れたりして、どうぶつけてきても、俺にはスイッチ入んないよ。もう俺はほら、お店もさ、3月いっぱいでなくなるわけだし。もうなんかこう、そうだな、残念だなって、畜生とは思ったけど、まあしゃあねえなっていう風になってるから。おっと、いおりちゃんありがとう、決まった。あざーす。いつもありがとう。酒入ってきたら乗せられてんじゃん、いつも。そうでもねえと思うよ。俺すぐごめんねって謝っちゃうから。山田にも振られたことだしな。まだそんなこと言ってんだ。全然、振られてないんですけど。マルコには謝った。いや、別に何を謝るのかよくわかんないんだけど。お前昨日泣いてたじゃん。いや、泣いてないですけど、普通に。落ち着いたらなんか商売やってほしい。うまね。やれたらいいね。まあ、その商売っていうんじゃなくても、なんか知らないかなみたいな。なんか模索してるかな。太い囲いがいないから何もできねえよ。まあね。まあ自力でできるような、俺は、なんだろう。勢いがないからな。まあでもみんなが、もうだんだん俺に興味がなくなってくるから大丈夫だよ。な。唐揚げ屋さん？まあね。有料のオフ会を定期でやれば固定収入になるんじゃねえか？いや、今の俺に、そこまでの人を集めれるだけの魅力はないよ。ごくごく少数の俺のことを慕ってくれてる人たちはいるけど、たくさんこう、ドーンって昔みたいに来るかって言ったら、ないなぁ。自信はないよ、俺は。基本。昔はな、
昔はよ、なんかよ、生きてたけどな。原ちゃんとコラボは別に、俺嫌いじゃないからさ、なんだかんだ言いながら、ゆいがさ、そこまで悪い人間じゃねえとは俺は思ってんだけどね。だから、嫌いじゃない、ないよ。なんか、何度も会ったり、して話すけど、いや、あっちは嫌ってるよ。じゃあもう俺は、俺からその別に声かけることないよ。そこはね、しゃあねえじゃん。沼通り、おいちゃんなら不死鳥のように絶対復活しますよ。どうだかな、おいや。ああ？やっぱある程度ね、銭は必要だよ。俺なんかどっかで間違えたのかな？間違ったのかな？わかんねえけど。ユタさん、おはようございます。いらっしゃい。トッチさんも、おはようさん。お前はもうみんなに嫌われてるよ。ああ、もうじゃなくて前からだよ、俺嫌われてんのは。だって俺に寄ってくる人って自分の数字を上げたいだけでしょ。俺が優しく接してるから。そうじゃないの？いや、だって、二三十人しか来ねえやつが俺とコラボしたらおめえよ、10倍に跳ね上がんだからよ、二三百人になってんだからよ、事実はそこにあるわけだから。しゃあねえじゃん、それは。お前ら見てるわけじゃん、それを。なんでそれは受け入れないの？じゃよ、ツールなんか使ってるわけないじゃん。俺は自分の枠は開けないんだから。相手の枠でやってんだから。で、俺がそこへ映ってるだけなんだから。か、もしくは声が乗ってるとかね。そいつがツール使ってるってことになるで、マーティン。お前の話で言ったら。そうだろ？あいよ、沼通り、おら、いってらっしゃい。おう、マーブルー、おはよう。いつもありがとう。KP が多くても20しかいないのに、どうして売名できるのさ。じゃあなんで俺んとこにみんな来るの？なんで佐野絡みのネタばっかりやってんの？その答えをお前今出せよ。出せ、おら。ちょこちょこ俺のことつっついてくるわけじゃねえかよ。俺はいいよ、もう結構だしって言ってんだから。半畜いらっしゃい、おはよう。いつもありがとう。沼通りありがとね。まあ、俺のネタがないんだったら、逆に言えば、俺的には一番楽なんだよ。それでいいんだよ。誰ももう来ないよ。
それでいいと思うよ。好きだからじゃない？バイトにも誘ってくるぐらいだし。誰が俺のことバイトに誘った？サンドリー。カカは俺のことバイトなんか誘ってねえだろ。あそこの新しい店の方を？いやいや、それはネタだからでしょ。だって、香川は俺の LINE も知ってるから、本気だったら LINE できちっと送ってくるはず。だからここはネタで言ってるだけだから。そらそうだよ。そらそうだよ。俺をちょっといじくりにからかいに来ただけだよ。そういうことでしょ。だから、なんで面接俺が行かなきゃいけねえんだよ。逆に混ぜと笑ってますのでお気をつけて。いやいや、だからそんな気ないから俺。ただ今俺、体はもうこれでフリーになるわけだから、何かに縛られることがないからね。まあフリーっちゃフリーなんだけど。まあ、俺はいいや。もう、ねえ、いい年こいたらもう、おっさんだから、俺に、利用価値はないよ。昔だったらな、俺だったらよ、とか言ってたんだけどね。嫌いじゃないよ、全然。嫌いじゃないよ。だけど、俺なんか、やめといた方がいいよって感じ。気まぐれだから。今日めんどくせえから行かねえとかさ。バルさんおはよう。マーブル、ありがとう。今日買ったらいいから、ああ、もう俺よ、放送で酔っ払っちゃってっから、今日行かねえや、とかってなるんだから、絶対に。何もかも香川さんに負けたな。だから、俺は勝とうと思ってないから。拗ねてない、拗ねてない、全然。俺にはもうそんな力は残ってないから。自分でそのぐらいのことは理解してるよ。人に、なんだろう、パータローって言ってるぐらい、自分が一番のパータローだぐらいに分かってるから。頑張っちゃおう。まあ、なんとかやるよ。なんとかな。お前わざと負けに行ってるだろ。いやー、っていうか、勝ちに行く、やり方がわかんない。可能性のないことには、俺は、自分から突っ込んでいく気ないから。マーブル？まあ、どうかな。でも今若い奴らが勢いあんじゃん。アクティブにさっそと配信ビンビンやったりとかさ。すごいだろ、イベントやったりとか。なあ。白いもん、おはよう。同じ土俵にっていうか、まあでも俺は今は少し
あの、心の休憩期間に入ってるから、ああ、ちょっと疲れたかなっていうのがあるし、そうだな。自信がないっていうか、緩やかに下がってってっかな、みたいな。いや、そのレジェンドっていうのは自分で言ってるわけじゃなくて、みんな勝手に言ってるだけだから、ただ配信歴が長いだけで、能が来たれて君臨してるふりしてるだけだから、まあまあ、休憩中ってか引きこもり。そんなことないけどね、俺結構最近ちょろちょろ表へうろうろしてんだけどね。ただなんか、どうなの？ちょっと、うんこしてっからお酒作ってくるから待っててね。